はい、一人暮らししたいと思ってるんですけど、近々まず不動産に行っていい物件を決めたいと思うんですけど、不動産の人と交渉するときに少しでも、初期費用を安くする方法はありますかということなんですが、まあ、もともとね、ある程度値下げする目的で、不動産屋さんって価格とか設定してるんで、普通に、あれじゃないですか、交渉すれば下げてくれると思うんですけど、あと他のところでも見てるとか、回ってるとか、っていうのを、言っとくといいと思いますけどね。それで、ここと迷ってるみたいな。だから、大体自分で見繕って、いや、ここに入ろうかとか迷ってるんですよね、って。で、ちょっと今、不動産屋さんとこう、交渉していて、まあ、ちょっとオーナーさんもなんかね、最近とか入ってないみたいなんで、結構安くしてくれるんじゃないか、みたいな話はもらってるんですけど、まあ、こういう感じの広さとかこの辺の周りの物件でいい物件ないですかっていうふうにもう自分がすでに知ってますよって手で行くのがいいと思いますね。で、あとは、おとり物件に引っかからないことです。おとり物件って明らかに不動産屋さんで見せてくるときに価格帯が同じなのに明らかにランクの低い物件一回見せるんですよ。で、こうするとその物件はこれはでもなんか意外と見てみたら狭いし微妙だよねって見せてくるんですよ、そういう物件を。で、それを見せることによって他の物件をよく見せるってことをするので、そういうのに騙されなければ普通に交渉できると思いますけどね。あとは、いきなりなんだろう、きつめの値段の、なんかこう、交渉するといいと思います。はい、いきなり。だから、敷金とか礼金ゼロにして、で、なんか家賃なんか5万ぐらい安くしてみたいな風にいきなり言って、いやいや、それはさすがにってところで、下げていくのがいいと思いますよ。値下げはね、価格先に提示した方が勝ちなんで。はい。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。